演舞開演。どうも、本日はこちら魚民さんのいろんなお魚を堪能しながらの名前にお魚が入ってますしね。まずはこちらの桜エビシラスのめちゃうまネギを堪能したいと思います。お野菜も大事で、いただきます。ごま油の香りがいい。シャキシャキとしたネギの辛みある味がごま油でうまく絡んでとってもおいしかったです。ただシラスとエビはちょっと地味ですね。こちらカツオのお刺身です。色がいいですね。そしてこちらは白身魚のチーズフォンデュフライ。こちらの白い色が食欲をつくります。フォンデュとはちょっと違う気もしますけど。では、いただきます。まずはそのまま。フライいただきます。カツオのたたきは生、ニンニク、塩、すだち、そして自分は苦手なので使いませんでした。パサッと5種類の味がそれぞれ違った個性を出していてとっても美味しかったです。新鮮で噛み応えもありましたしね。そしてチーズフォンデュフライもあっさりとしてですね、白身魚のフライの上にするチーズソースは少ないかなと思ったんですが、意外とそうしっかり存在感があってチーズの味を堪能することができて美味しかったです。やっぱり勉強になるけどお魚がすごいですね。そしてこちらが本日の締め、シマホッケの炙り焼き。なんとこちら店の人気ランキング5位の商品で、魚の中では一番人気は盛り合わせですね。炙り魚の中では一番人気みたいです。なので期待が持てますね。これしそうです。そしていただきます。大きい、こんな見たことないですよ。こうや食べるのも大変そうだな。ではいただきます。油がしっかり乗っていて、魚の食感がほどほどと口の中で魚の旨味の油が届いてくれます。そしてレモンを絞ると程よい効いた塩味がちょっとまろやかになって、また違った味が出てとっても美味しかったです。本題の品名のものを付けます。というわけで本日は魚民さんでお魚を堪能してくれました。やっぱり東大なくてお魚美味しいですね。他にも同じでね、また食べてみたいです。ご視聴ありがとうございます。コメントしてあげる嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。